はい、AKB48 チームメイト愛媛県代表チーム42の高岡香織です。よろしくお願いします。はい、今日もショールームをやっていきますよ。まあ今日もちょっとだけ短めなんですけどね。今日も1時間ぐらい散歩に行きまして、はい、まあ1万歩ぐらいは歩きました。程よい疲れが来てるんじゃないかなと思っております。そして明日からあと2日間ジョン・マイ・ラブの公演があるので頑張りますよ。なんだかんだでね、9月の25日から続けてやってきましたけど、もうあと2公演です。そうですね、トムさんが卒業発表されて、トムさんとは成人式の時のショールームの間違えた成人式の時のワンセブンライブの方でご一緒させていただいたっていうのがまああります。はい、うん、まあそのなかなかそのチームも一緒ではなかったし、そのお仕事もご一緒させていただくことがたくさんはなかったんですけれども、やっぱそうやって先輩メンバーの卒業発表を聞くのってやっぱりこう来るものがあるなって思います。すごく、
応私そのコンサートと被らない時間帯で配信はしてるんだけど、大丈夫だよね多分、きっとギリギリ今終わったぐらいなのかな。そうだった、充電があんまないんだった。ちょっと喉飴舐めてもいいですか。今日はボイスケアのダメです。今日の夕飯カツオのたたき、いいね、だし豚ひれ。さあ今日何の話しますか。焼肉いいな、焼肉。最近ネイルしますか？そもそもネイルしないんですよね。何がいいかな。でもそう、今日結構寒くて、そう長袖で一日いました。もう秋だね。今までちょっと夏っぽかったのに。そう寒い、そうびっくりしてる。もう冷房もいらないね。そう冷房もいらないし除湿もいらない、びっくりなんですよ。
そう、本当にだからまあ全国的にも寒暖差はあるのか分かんないけど、そうみんな風邪体調は崩さないようにねしてくださいね。もうそうね、半袖も着ることないと思います。そうもうね着なくていい、もう着るとしてもレッスンの時ぐらい。そうもうそれ以外は基本的に長袖で過ごせそう。まあ明日は朝公演でございます。そう明日もジョマイラブ頑張る。あーうん、もう今月愛媛に行くときは長袖必須です。もう、ね、半袖なんていらないいらない。愛媛はねなんか温暖に考えられてるけど全くそんなことないんで普通に寒くなります。言っとく本当に。なんかそう知らないんですけどすごい温暖だと思われてたみたいで愛媛だからめっちゃ愛媛寒いじゃんって言われたんですけど、えそっか、なんか逆にそんなに温暖だと思われてると思わなかったから、そう逆にそれがびっくりしちゃいました。私は最初なんでそれ愛媛は別に決してあったかいわけじゃないよっていう。から冬に愛媛来る人方は気をつけてください。まあ秋はね、秋はそんななんですけど、冬は普通に寒い。そう冬は普通に寒いんですよ。そう秋はね全然大丈夫なんだけど、でも逆にさ去年が暑すぎただけなんじゃないかな。10月で半袖ってもう異様よ。だからもう難しいんだけど、そう10月で半袖って、ま、ちょっとまあまあ私の中ではまあまあ異様だなって思うんで、もう10月で長袖でもちょうどいいと思うんですよ。そうあ
私は出てないよ。なんでそんな。でもそう、一回さ、ツイッターで、あの、私は武道館出れないんですけど楽しんでくださいって言ったら、るんちゃん武道館頑張ってねって言ってたから、いや私のツイートちゃんと見てってなっちゃった。武道館出ないよってなって、そう、ってなっちゃいました。微妙に暑い。るんちゃん今どこにいるの？愛媛にいます。昨日の将棋からもっとルンバちゃんを押そうと決心した。ありがとう。なんかすごい、まるで私が卒業発表したみたいになっちゃってるけど、まあそうじゃないんだよね、また違うからね。そう、皆さん、まあ多分こんなね、一晩じゃ、そう、一晩じゃね、みんな整理つかないと思いますよ。私だってそうだから。まあまあまあ、でもそれでも一日って進むんだなって思いました。感傷に浸るのはまだちょっと早いけど、そうそうそう、まあなかなか浸ってしまうよね。まあ、でも武道館も2日間無事に終わったことがとても嬉しいですし、まあ、明日の3日目のゆきりんさんプロデュースのコンサートも無事開催されることを祈っております、うん、もう本当とりあえず2日間無事に終わったことがとても嬉しいですね。
ね、サプライズ続きでちょっとなかなかね、ちょっと大変な部分が多いからさ。昨日ね、ほんと悶々としちゃってね、寝落ちしちゃったんですけど、まあ、ちょっと部屋の電気は消してて、ちょっとベッドのとこの電気はちょっとつけてたけど、あの電気全開につけてよりかは暗かったのでまだマシでした。今日はちゃんと真っ暗にして寝ます。皆さんは夜寝るときって真っ暗にする方ですか、それともちょっと電気つける方ですか。私は昔は絶対に、あのなんだ、絶対に、あの昔は絶対にちょっと豆電球つけてないとダメだったんですけど、今は真っ暗にして寝てます。真っ暗な方々でも結構多いね。豆電球とかつける方いないのかな。あ、豆電球つける方はいらっしゃいますね。でも月明かりは OK、 わかる。あまりにも真っ暗すぎるのは嫌なんですよ。わかります。まあでも基本的にそんな真っ暗なことってないけどね。真っ暗すぎると私もう寝れないから逆に。そうそうそう。なんかちょっと外の明かりがちょっと入ってくるぐらいがちょうどいい。昔は電気つけてたけど、それゆえに寝不足気味で仕事に影響出てしまったから色々リラックス。ああそうなんだ。ホテルは怖いから電気消さない。そうなんだ。明日めっちゃ早い。何時なんだろう。頑張って。もう寝た方がいいんじゃない？めっちゃ早いんだったら寝た方がいいかもよ。もしかしたら。ね、もしかしたら寝れる状況じゃないかもしれないね。金縛りにかかりまくってた時期は怖くて全部つけてた。確かにそれ怖いね。金縛り私かかったことないや。皆さんあります？金縛り。
まあ私も、まあ、明かりつけたまま寝れないことはないんだけど、基本的にやっぱ明かりをつけて寝たらね結構しんどいんですよ。なんか寝れた感じがしないから、やっぱりあのそう、やっぱり暗くして寝るのがいい。いや待ってください、8はまだ終わらないからね。まだ半年はありますけど休止ですから、そうまだまだ終わりません、まだ終わらない。そうなんだ。でも私まだその話してないよまだっていうかしてないよその話。っていうか基本的にね、そういう怖い話とかあんましない方がいいっていうね。そう、怖い話したらね寄ってきちゃうからさ、やらない方がいいって言いますもんね。もう場所にか、場所は選ばない。まあでも私基本的に怖い話はしないですね。そうそうそう、聞くことは結構あっても自分ですることはないね。ないからさ、そういうネタを持ってないから。そういえば今日はすごいねお腹空いちゃって、甘いもの食べたいなって思って、鬼太郎が好きだからそういうの好きなイメージが勝手にある。あーでもあくまでもね、なんか妖怪とそういう心霊とかって別物、まあ難しいんだけど、なんか別物だと思ってる。私も別にホラーが得意なわけじゃないんですよね。うん、なんかその幽霊と妖怪ってまた違うって私の中では思ってるから、まあだから別にっていうわけじゃないんだけど、私別に妖怪が好きなわけじゃないからね。そう、なんだろう、難しいな。うん、難しいんだけど、そうそう、まあそう、まあ、あくまでも私はゲゲゲの鬼太郎っていう作品が好きで、でなんか、まあ、まあ難しいんだけど、また妖怪とホラー、まあまあまあ違うのかなって勝手に思ってるだけですね。そうそうそう、まあそれは本当私個人の意見なんで。でもそう、私はもうほんと心霊スポットは行かない方がいいと思ってる派なんで。
本当にやめた方がいい。はい、じゃあちょっと今日はだいぶ短いんですけど、ショールームここら辺で終わりにしたいと思います。ちょっとずつ眠くなってきてるので、今日はとってもいい睡眠ができるんじゃないかと期待しています。期待してるぞ自分。はい、それじゃあランキングを読んで終わりますよ。13位アキラ方言営業中さん、12位ももさん、11位片栗小十郎さん、10位けいちゃんさん、9位まゆさん、8位夏目さん、7位ロミツさん、6位プレジョンさん、5位 TKH ケジさん、4位はやちゃんさん、3位アーキーさん、2位玉国さん、1位がカラスのカーコさんでした。はい、それでは今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみ。